あ、めっちゃいい。このフライパンも持ちやすい。いいですね。で、これも持ちやすいですし、あとね、このクッカーの一番大きいやつは、ここにじゃじゃん、ちょっとこういうね、丸っこいこう止め、なんていうんですか、止められるところ、吊るせるやつ、そうそうそう、くぼみがあるので吊るしたりできますね。みるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。アトリストレーナーです。今日も家キャンやっていこうと思います。家キャンハマり始めました。昨日からね、このセットをやっていい、ね、やってるんですけど、めっちゃ楽しい。テントを出してテーブルを広げて、キャプテンスタック関連のキャンプグッズを用意して、キャプテングッズじゃないかなキャプテンスタック以外のもありますけど、なんかキャンプ道具をこうやってバーって広げると絵になるよね。すごい楽しいんですよ。なんかもうこのセットがあるだけで外に来た感じがするんで、なんかね、家にいてもめっちゃキャンプを楽しんでる感じ。そうそう、大人でもハマれます。でね、今回はですね、こちら、はい、キャプテンスタックの小型ガスバーナーコンロ、うん、もう一つ、こちら、はい、じゃじゃん、こちら、こちらはね、キャプテンスタックの、はい、ラグナーステンレススチールクッカーセット M サイズでね、こちらね、つばめ三条で生産していますってことで、金物の町、日本製です。キャプテンスタックの会社、パール金属が燕三条にあるんですよね、本社。そうなんですよ。で、そこの燕三条といえば、うん、金物の町としても有名で、はい、あのうちらもさ、何回か行ってね、そう、加藤もたさんの取材の時に燕三条に行ってるんですよ。で、あそこの燕三条の駅ってさ、あれなんだよね、駅の中になんかその金物のお店、すっごいね、うん、あの中にもうすでにそこの名産品が売ってるショップがあるんですね。しかも結構広いんですよね。広くていろんな鍋から、なんかカトラリーとか、そうそうそう。それ以外にもなんかいろいろね。うん、私よくあそこでね、お米とかちょっと買ったりとか、お水とか、とかね、そうそうそう。物産店みたいな感じ。そうなんですよ。本当に燕三条のいいものが揃ってるみたいな感じで、でしかも駅降りて、ホーム降りて、下ってきたところに、あの大きなナイフとフォークでしたっけ、スプーンでしたっけ、そうそう、なんかオブジェがオブジェがあるんですよ。まあ、人間より全然大きいオブジェがあって、めっちゃあれ最初びっくりしましたよね。あとなんかね、あの加藤もたさんに連れられて食べに行ったラーメンでもメタル丼で出てきて熱が冷めにくいっていうので、ね、あれもすごい楽しかった。なんかね、そういう意味で燕三条ってご縁があって何回も行かせてもらってるんですけど、これもね、クッカー作ってるのが燕三条ってことで、すごいなんか親近感が湧きました。はい、それで今回はこれとこれを使ってですね、カレーを作っていこうかなというふうに思います。はい、でね、今回こちらのね、クッカーは3点セットなんですけど、お米炊くのにもう一つ欲しかったので、こちらのね、飯盒でまたほったらかし炊きをしていきたいと思っております。そちらもキャプテンスタックの飯盒です。そう、飯盒ね、昨日から使い始めた飯盒なんですけど、で今回お米はやっぱりね、洗わなくて簡単、普通米を選んできました。北海道産7つ星、私ね、7つ星食べたことなかったから、いっぱいお米あったんですけど、これがいいって言って、で、まずおご飯を、水につけて、そう、浸しておきます。1時間ぐらいに浸す、1時間が理想なんだけど、昨日は30分で普通にね、炊けたから、炊けた、まあ、30分もつけとけば、そうですね。これで2合を測ります。内舞台ですり切り1杯が2合。はい、ではこちらで、1合じゃない、2合測っていきたいと思います。はい、すり切りより微妙に少しだったんですよ。なので今日もそれを再現していきたいと思います。大体でもすり切りか、うん、そんなもんじゃないですか。はい、これすり切り1杯で2合分あります。で、トマト入れます。で、水を入れます。このね、線が見えるかな、線が2つあって、2個の時はこちらの下の線で、4個の時はこちら上の線が合わせればいい状態です。よし、線のところまで入れて、あとはね、蓋をするんですけど、炊く時は中蓋はいらないです。外蓋だけで、だいたい平らになるようにして、そしてこれでつけていきます。みるみるランド。はい、ではね、こちらラグナステンレスクッカー M セットを開けていきます。こちら、はい、じゃじゃんと、お、あー、これ1個で3つ入ってるけど1個で持ち上げられるんだ、いいな。で、あとなんかね、これ袋かな、あー、袋ね、収納袋付き、収納袋
袋っぽいのが入ってる。このね、キャプテンスタックさんのいいところはちゃんとこういう入れ物がついてるところ、これ嬉しいですね。黒でしかも絞って入れられるんですね。で、これが蓋兼、なんだろう、フライパンになる部分かな。で、これが本当に蓋箱。フライパンが取っ手みたいなのがついてる。こっちですね。注射してください。で、これも蓋。で、これが二重になってて、おお、こういう感じで持てる。しかも結構ね、これ持ちやすい、安定してる。うん、おお、これいいな。この安定感好き。そして、あ、これですね、取っ手。あ、取って別にある。とっても便利な取っ手です。はい、なつって。なつって、なつって。で、こんな感じですかね。で、この取っ手は、このネジネジがついてるんですよ。見えるかな？ああ、はいはいはい。これね、これ回るんです。あ、そこで固定させれるんだ。で、これを、そう。すぐね、はまる。しかもちゃんと固定できる。おお。あ、めっちゃいい。このフライパンも持ちやすい。いいです。で、これも持ちやすいですし、あとね、このクッカーの一番大きいやつはここにじゃじゃん、ちょっとこういうね、丸っこいこう止め、なんていうんですか、止められるところ、吊るせるやつ、そうくぼみがあるので吊るしたりできますね。そういう使い方もできます。フライパンが20センチ、そしてこれが16センチの鍋、こちらが18センチの鍋、16、18、20。ちゃんと閉まります。でね、ちょっとこう内側にこうなる感じの蓋ですね。こう外側に乗せるタイプじゃなくてね。そうの、外側に行くタイプじゃなくて内側に来るタイプです。で、ここも掴みやすいですし、ただね、熱くなると思うので、これ掴む時もなんか振ってとかした方がいいかなって今は思ってます。あ、これね、すごい。片っぽにしか行かないんだ。こっちには降りるけど、うん、反対側はマックス行ってもここまで。パコパコと上げて、あとはね、ここのボタンをほっにじってあげて、でこれを引き上げます。そしてあ、ふたふた結構しっかりマチがある、ね、何気にね、こう下にマチがあるからいいですね。で、よよよよバッて上げて、キュッと、はい、こんな感じでしまうことができました。その袋の中にちょっとした食材とか入れて、あ、そうですね、ここの上にちょっとね、まだ空間がこれからこうやってね、溜まってるから、ここの部分に入れてあげればいいですね。みるみるランド、はい、次はですね、こちらキャプテンスタックの小型ガスバーナーコードをやっていきたいと思います。で、これを刺してあげて、袋がついてます。で、この袋を開けてあげますと、ででん、パカッと、おー、コンパクトですですね。なんか一緒に絵と違うなと思ってます。あ、ごとくが別なんですね。ではこちら今セッティングをしていきたいと思います。それはね、なんかね、リングって、オーリングって書いてあるんですけど、ここにゴムパッキンみたいなのが入ってるんですけど、それをね、ちゃんと確認してくださいっていうのが説明書に書いてありました。これはこちらのガスの方にもありますし、あとですね、こちらの本体部分にもこのオーリングっていう部分があるので、これがね、どちらも破損してないことをちゃんと確認してくださいということでした。こちらのごとくを こちらの本体の受け皿の方に設置していきます。このごとくを置いてあげたら、右回りでカシャッと回してあげます。で、まあ、右に回してあげるとしっかりね、この動かなくなってきちんとくっつきます。で、この状態になってから、ここにね、回していきます。で、この時一応ですね、やり
方としてはこのアスカの方をくるくるっと回してあげましょうと書いてありました。右左か、はい、ねじっていく形ですね。最後まで締めてあげます。はい、ではオンにしていきます。はい、つきました。もう一発でつきましたね。これね、今見えてないと思うんですけど、青くね、ちゃんと火が出てます。ちょっと電気、明かりを消して。はい、はい、炎が見えましたね。見えました。はい、ちょっと今強めてみました。こんな感じで、うん、安定してる火ですね。でね、3つ3段になってそこから火が出てるので、結構ね、しっかり火出てる感じがしますね。一箇所じゃない、うん、穴がいっぱい開いてます。いっぱいあるね。はい、見事に黄身が消えた。黄身が消えた。おかしいな。黄身出てくるよって言われたのに。